週もはっちゃんアカデミー始まります。今回は受け取り方が一番大事なお話をしていきたいと思います。今人生を変えたい方、最後までしっかり聞いてください。必ず参考になりますよ。受け取り方次第、そうです、人生とは不思議なもので、考えることで、考え方次第で不幸にも幸せにもなるものなんです。考え方ってそれぐらい重要、受け取り方もそれぐらい重要だから、どう考えていいのか、どう受け取っていいのかを癖づけるだけで心の風にかからないようになっていきます。特にですね、このコロナからどう考えて、どう動いて、どう受け取っていくかが幸せになれるかの分かれ道だということをちょっと詳しくお伝えしたいと思います。今どんな状態かをよくまず知ることですね。私たちはうまくいっている時ほど反省点や見直しや、どう気をつけていけばいいのか、謙虚になれる自信、これからの動きをわからなくなってしまうんですね。意外とですね、幸せな時ってもう言葉は悪いですけど、横着になったり、自分は真面目に生きてるつもりになったり、謙虚に生きてるつもりになったりしがちなんですね。でもどう気をつけていけば謙虚になれるか、自分自身を見直すように考えて動いていくと、逆にですね、問題や悩みが出てきた時に逆に何も考えないようにしていくっていうのが、実はうまくいっている時の難点でもあるんです。天に任せてみるっていうと語弊がありますが、いろいろ悩みが来たり、辛い時、悲しい時、こういう時はですね、天に任せてみるっていう生き方も大事なんで、余計にですね、私たちは謙虚になれるんです。だから意外と苦労とかですね、悩みとか災難っていうのは自分にとってマイナスにはならないんですね。時間が解決してくれると思って、足元をよく見て周りの人のために動いていくと、いいこと、解決することに近づいていきます。分かりやすく言うとですね、人のために考える時間を作ることに限るということですね。昔の人をよく見たら分かることですが、イエス・キリストやブッダ、孔子、みんな考える人たちです。考える人たちは亡くなった後もこの世に名を残せるものなんですね。ゴッホもエジソンもピカソも徳川家康も聖徳太子も、そこに似たものがあります。人のために考えて受け取って、そして失敗の数も何のその、人のために動いていったことで忍耐強く、諦めず、達成へと、幸せへと近づいている方ばかりです。キリストもどう考えたら平和が、国が作れるか、一番考えた人で、ゴッホもエジソンもピカソンも、人を元気にしたくって、与えたくって、考え抜いて、受け取って、いろんな発明や芸術を作り出した人たちです。だから人のために、私たちは頭を使って受け取って考えていかないと、自分のことばかり考えて、どうしたら幸せになれるのかを考えている時間が多いと、マイナス思考になりやすいんですね。このコロナの時期こそ時間がたっぷりあります。このコロナは私たちに考える時間を与えてくれたとも言えます。最悪体調まで悪くなってしまわないように、人のために考えて、これからの日本のために考えて、今のコロナをどう受け止めて、悩んで、そしてたくさんの失敗が成功者として名を残せる流れになってますから、私たちは一人一人が自分のことではなく、未来のこと、子どもたちのこと、人のこと、日本のこと、世界のこと、そうやって考えて受け取っていくことが本当に名を残せる流れなんですね。でも私は、本当の成功者は一人の方に添い遂げてこの世を追われる人が本当の成功者と、いつも父から聞かされてましたので、その成功者にはなれない私だからこそ、父からいただいた安心安全の道を皆様にお伝えしていくことに力を注いだのかもと思えるかもしれません。人生とは不思議なもので、笑うことがずっと続けば私たちは幸せを感じます。でも笑うことが長く続くことは、いつも当たり前、いや、これが普通と感謝を忘れていきがちになります。でも
笑うことは当たり前じゃないんです。幸せなことも当たり前じゃないんです。その忘れがちになった時に私たちは問題が起きるようになっています。謙虚な自分を取り戻すために、戻したり反省したり落ち込んだり繰り返して問題解決を覚えたり、同じ繰り返しはしないと思ったり、わがままを見直したり、至れり尽くせりの教えに年を取れば取るほど深い真理を学ぶものです。コロナもその一つじゃないかなと私は思っています。そしてこの年になってやっと気づきます。笑える時だけが幸せではなく、泣く時も本当は幸せなんだと。涙を流した後は字を見ても分かる通り、泣いた後は立ち上がると書いて泣くです。立ち上がるための涙はいっぱい流したと思える人ほど成功者に多いのも気づかされます。それ以上にその気づきは子供から孫へ、これからの時代を背負っていく子どもたちに伝えていくことが、私たちがこの世に生まれた目的だと私は思っています。父が私に言っておりました。お金も財産も残せるような親じゃないけど、人のために生きて惜しまれて親としての行いだけは死んだ後でも生き続ける。子供や孫へ受け継いでいける一番大切なもの、後ろめたい生き方はしない。お金を残すより偉大だと言っておりました。イエス・キリストやブッダ、孔子、ゴッホにエジソン、ピカソ、いろいろな人たちも、聖徳太子も、人のために考えた人は確かしっかり亡くなった後も行いは生き続けてます。私たちはそんな聖人みたいに偉くはなれなくっても、出会った人や子供や孫、たくさんの人に教えていける、考えてあげれる受け取り方だけは持ち続けて、この世を終われるように生きていくことで、引き換え券みたいに幸せがいただけるようになっている気がします。何より私たちは物をいただいて嬉しいと感じます。特に自分の欲しいものだったらなおのこと嬉しさを倍増します。小さい頃から聞かされて今でも耳に残っておりますが、誰でも平等に毎日神様からプレゼントをもらっていることを忘れたらダメだと聞かされておりました。何だと思います？毎日毎日新しい命をいただいている。せっかくいただいた命、そう、誰でも平等にいただいている命です。大切に使わせてもらって、恩返しに人に尽くしていく、忘れないようにした方が幸せにはなれますね。耳にタコができるぐらい残っております。親は偉大ですね。特に産んでくれたお母さんは命と引き換えにしても我が子を助けたいと愛おしく思っています。だから一番感謝をしないといけないことを教えてくれるのも親なんですね。楽しく生きていけるのはお母さん、お父さん、そしておじいちゃん、おばあちゃんの愛があるから、毎日楽しく生きていける。その毎日の漢字に母という字が入っているのもそのためなんですね。毎日楽しく生きていけるのはお母さんのおかげと忘れないこと。それ以上に身内の血のつながり、隣近所、おじいちゃん、おばあちゃん、先生に友達、たくさんの愛をいただいて赤ちゃんの時から大きくなっている、それを絶対に忘れてはいけませんね。やってもらったことを忘れちゃダメ。そうするとコロナがあろうと、いろんなインフルエンザがあろうと、いろんな苦労があろうと、いろんな災いがあろうとも、やってもらったことに感謝さえしとけば、いろいろなことがあっても、いろいろな災難に逃げ腰になることはなく、すべて起こったこと、現実を受け止めて頑張る力が湧いてくるんじゃないでしょうかね。足りないこと、満たされないことを覚えておいてはダメですね。辛いことは忘れて、ありがたいと思ったことはしっかり覚えて、すべて恩返し。さあ皆さん、今日からは自分の周りの人のため、身内のため、これからの日本を背負っていく子供や孫のためにいっぱい考えて考えて、いい方にいい方に受け取って、自分のことは天に任せて、それが昔から世に名を残した先人たちの一番の教えのような気がします。人からいただくものはどんなものより嬉しいもの。毎日いただいている命、たくさんの人からいただく言葉、知恵、人を喜ばせる、そんな人が増えれば、日本は癒される人の集まりになって、コロナにも負けない免疫力アップになるんじゃないでしょうかね。本当の復興の始まりになるような気がします。全ての人に幸あれ。またねー。